エスファハーン、エスファハーン、エスファハーンはイランの都市、エスファハーン州の州都、テヘランの南約340キロメートルに位置する。日本語では慣例的にイスファハン、イスファハーンとも表記される。古くからの政治、文化、交通の拠点であり、16世紀末にサファビー町の首都に定められ発展した。当時の繁栄は、エスファハーンは、 世界の半分、エスファハンネスフィー・ジャハーン・アスト、エスファハーンネスフェイ・ジャハーンと称賛され、この街を訪れたヨーロッパの商人も繁栄の記録を残している。イラン人にとってエスファハーンは歴史的、文化的に重要な街であり、街の美しさはイランの真珠と例えられる。街は16世紀以前に建設された旧市街と サファビー町の王アッパース一世が建設した新市街で構成される。有名なイマームモスク、王のモスクなどがある。新市街のイマーム広場、王の広場、ユネスコにより世界遺産に登録されている。町の住人は出費に厳しい、倹約家、臨職家としてよくも悪くも有名であり、他の地域の人間からは敬遠されることがある。イランではエスファハーンは、 いいところだ。エスファハーン人さえいなければという住民を揶揄する言葉も知られている。また、エスファハーンの人間は、鉛が強いことでも知られ、言葉を聞いただけで容易に、出身地が判別できるほどだ言われる。古代ペルシア語のアスパドハナ、アスパダナ、大群の集結地が、町の名前の由来である。大群の集結地が示す通り、町の周辺の平原は、 軍隊の駐屯地や捕虜の収容所として使われていた。古代ペルシア語のアスプ、馬から派生した、馬を愛する、もの、騎兵の補給基地、旧社を語源とする説も存在する。古代ローマのプトレマイオスの地理書には、町は、アスパダナ、アスポドナの名前で記されている。サーサーアン朝アの末期に鋳造された貨幣には、アスパダナを意味する、アスプの3文字が刻まれていた。 エスファハーンの名前は7世紀に町を征服したアラブ人によって定着した。エスファハーンの歴史は紀元前のアケムネス長期に遡ることができる。一説には紀元前6世紀のユダヤ人居住区が町の起源と言われる。サーサーン・朝の時代にはエスファハーンは軍隊の中屯地とされており、町は軍隊の複数形であるセッパーハーン。 セッパーハーンの名前で呼ばれていた。サーサーン・朝の大オヤズ・デ・ギルド一世の知性に、ユダヤ人が町に移住させられる。手工芸品の産地である町は、パルティア王国とサーサーン朝の時代に交易で、発展した。7世紀のイスラム帝国の征服前に、すでに町の原型が形作られていた。ザーヤン・デルード川の北を中心に、町が形成され、東のジャイ、 西のヤフーディアヤの二つの集落が形成された。ジャイは城壁に囲まれた軍事都市、ヤフーディアヤはユダヤ人居住区と異なる役割を有する双子都市であり、ゾロアスター教徒、ユダヤ人、ネストリウス・ハキリスト教徒が混住していた。やがてジャイはスタでヤフーディアヤが発展していく。642年のニュハーバンドの戦いの前後に町はアラブ人の支配下に入った。 サーサーン朝の時代に町に住んでいたゾロアスター教徒の多くはイスラームに改修、あるいは東方に移住した。しかし、イスラム教徒の支配下でも残ったゾロアスター教徒、ユダヤ人、キリスト教徒は町の一角に居住していた。773年頃に金曜モスク、ジャーメモスクの元となった大モスクが建立され、町は 大モスクと小船広場、旧広場を中心に発展していく。10世紀までに、ウマイアーサ、アッパースアーサ、サッファールアーサ、サーマン朝がエスファハーンを支配した。931年に、ブワイフ朝の支配下に入り、939年に、ブワイフ朝の首都に定められた。アラーウッタウラの下で支壁が築かれ、おおよそ支壁に沿って、町が発展した。 貿易路の交差点に位置する立地のため、多くの街道がエスファハーンと結ばれる。11世紀にエスファハーンはガズナーサ、ついでセルジューク町に領有される。セルジューク町のスルターン・マリクシャーはエスファハーンを国の都に定めた。金曜モスクと隣接する小船広場を中心として、エスファハーンは最初の流星期を迎える。 金曜モスクは修復され、南北の大ドームと中庭に面した4つのホール E1 が増築される。また、モスクの近くにニザーミーや学院が建設された。セルジューク町支配下のエスファハーンでは200人の両外省が営業を行い、50のキャラバンさらい、対象宿が建っていた。セルジューク町が分裂した後のエスファハーンは、首都としての機能を失うが、 地方の中心都市としての地位を保っていた。多くの国がエスファハーンの領有をめぐって争ったために、たびたび破壊にさらしれたが、交通、商業、文化、農業の一拠点としての重要性は維持していた。11世紀末から12世紀初頭にかけての間、イスマー・イールハがエスファハーンを占領した。1165年、エスファハーンで、 ハナフィー学派とシャーフィー学派による8日間に及ぶ武力衝突が起こり、家屋や商店は破壊され、多くの死者を出した。1194年に、イラクセル獣ク朝最後の君主トゥグリル三世が、ホラズムシャー朝のアラーウッティーン敵主に敗れると、ホラズムシャー朝の支配に下った。モンゴル帝国軍に敗れて、インドへ逃亡したジャラールティーン・メングベルディーがイランに帰還したとき、 兄弟たちやモンゴル軍との戦闘などのためエスファハーンを拠点として各地へ転戦している。1240年にイラン北部に侵攻していたモンゴル軍に征服され、イルハン朝の支配下に入った。14世紀にエスファハーンは学術と商業の拠点として復興する。14世紀に旅行家、イブン・バトゥータがエスファハーンを訪れた時、 町ではスンナ派とシーア派の争いが起きていた。14世紀半ばのイルハン朝崩壊後の混乱時代にヤズドを根拠地とする地方政権ムザフファルアサの参加に入る。1387年にはティムールの1414 14年にはシャールフによって二度のティムール朝軍の会を受けている。1387年にエスファハーンの住民が町を占領した。 ティムール軍に反抗したため、7万人に達する市民が、虐殺されたという。16世紀初頭に建国された、サファビー朝の創始者、イスマー・イール一世は、小船広場の南に入るネベラーヤトと呼ばれる、スーフィーの聖者の霊廟とアリーモスクを混流した。16世紀を通して王朝が派遣した、地方官や、土着の有力者によって、多くの建設事業が行われた。 1597年にアッパース一世によってエスファハーンはサファビー町の新首都に定められる。アッパース一世は町の南西のババと青空市に使われる広場を新市街の中心地に選定し、王の広場、後世のイマーム広場を建設した。王宮地域の西側にはザーヤンデルードの南岸と北岸を結ぶチャハール、バーグオ通りが建造され、通りの支店と 終点、側面に庭園が作られた。王の広場やチャハールバーグ大通りを中心とする、計画都市としての大規模な市街改造が進められる。王の広場の一角に建立された、王のモスク、イマウムモスクなどの施設が、新市街に建設された。17世紀の初めに、西方の世界で飲まれていたコーヒーがイランに伝播すると、 建設中の王の広場にコーヒーハウスが建設された。王の広場は外国の施設との越見、越平、青空市、公開処刑など多種のイベントが行われる場所であり、施設との越見やノールーズ、新年祭りの時には、ポロや花火も模様された。広場はレスリング、古式体操の競技場としても使用された。さらに、イベントの観客を目当てにする、 大道芸人や、商婦の客引きが広場に集まった。新市街と旧市街は、バーザール、商業地区で結ばれ、都市の商業が活発化する。夏の酷暑と風雨を防ぐため、バーザールには、ドーム上のアーケードが設置された。バーザールの道沿いに建てられていたキャラバンサライでは、小売りの商人が卸売りから品物を仕入れていた。 旧市街にはバーザールで働く商人や職人の多くが居住し、小船広場と周辺には商店が軒を連ねていた。また、小船広場の周辺には国ナールという一種の麻薬を売る店や少年の談笑や娼婦をあてがう置き屋が並ぶ界隈が存在していた。1604年にアッパース一世によって当時国際交易で活躍していたアルメニア人が エスファハーン郊外に移住させられ、1654年に彼らは町の南西のジョルファー、ジュルフォと呼ばれる地区に居住した。ジョルファーの語源はアゼルバイジャンのアラスカ藩にある町の名前であり、絹公益で利益を得ていた。オスマン帝国の食料補給の妨害のため、ジョルファーの収益がオスマン帝国の手に渡るとを阻止するため、アッパース一世は、 アルメニアの住民をイランに強制的に移住させたと考えられている。アルメニア人には数々の特権が付与され、王室が独占する絹公益に従事することを許され、ジョルファーにはアルメニア人の寄付によって建立されたバーンク教会などのいくつかのキリスト教徒の教会が存在する。また、ジョルファーの西のゲブラーバードにはゾロアスター教徒の居住区が形成されていた。 17世紀には、スーフィズム、神秘主義の影響を強く受けた思想家が、エスファハーン学派を形成し、哲学論を巡らせていた。17世紀末にはエスファハーンの人口は50万人を超え、トルコ人、アラブ人、インド人、アルメニア人、ユダヤ人、ゾロアスター教徒が混在する多文化都市となっていた。そして町には1802のキャラバンサライ、162の モスク、48のマドラサ、学校、273のギャルマーベ、公衆浴場が立ち並んでいた。街の繁栄の様子は17世紀末のエスファハーンを訪れたフランスの商人ジャンシャルダンによって記録され、1711年にヨーロッパで出版された。18世紀に入るとサファビー庁は衰退し、1722年に アフガン人によってエスファハーンは破壊される。サファビー町が滅亡して、新市街から宮廷が消えると新市街は、急速に衰退し、荒廃した新市街の大部分は工作地にされた。1756年から1757年にかけて町を襲った飢饉によって、約4万人の市民が、合死、1759年より、知事のムハンマド・リナーニーの下で、 復興事業が始められる。19世紀に入って、エスファハーンの復興が始まる。ガージャール・朝が建国された後、遊牧民族のバフティアーリー族がエスファハーンの支配権を握った。しかし、首都機能はテヘラン、商業機能はタブリーズに移り、町は一地方都市に転落した。20世紀にパフラビー町のレザーシャーによって、都市の近代化が進められ、 町は近代産業と観光産業によって復興する。第二次世界大戦後、エスファハーンで実施された自動車交通計画によ、市街地に自動車道が敷かれたことが町の転換点となる。電気や水道などのインフラストラクチャーが整備され、伝統的な都市に国際的な価値観が持ち込まれた。減少した人口は20世紀後半から急速に増加した。 1979年に新市街の王のモスクと王の広場の周辺が世界遺産に登録され、イラン革命を経た後も観光都市として発展を続ける。エスファハーンは海抜線500メートル超の高地に存在する。イランの都市の中では標準的な高度に位置する。ザーヤンデルード川の北に位置し、対岸にはアルメニア人の集落が存在する。 町は周辺を荒野に囲まれているが、ザーヤンデルードの沿岸部は、考えによって開拓されている。ザーヤンデルードの豊富な水量に支えられた、周辺地域の農業生産力と、イライ高原北部と、イラク、ペルシア湾岸の港湾都市地域を結ぶ、交通の要衝として、古代から発展した。サーサーン朝の時代に、ザーヤンデルードに、シャハレスターン橋が架けられる。 17世紀のサファビー町では、アッパース1世からアッパース2世の地世にかけて、大規模なザイアンデルードの地工事が行われたが、アッパース2世の死後に工事は中止された。20世紀以降は、地球温暖化と用水の利用方により、ザイアンデルードが干上がることがあり、町は水不足に悩まされている。周囲には、翌屋が広がり、穀物類、消し、 メロンなどが栽培されている。旅行家、イブン・バトゥータは、大旅行期で、エスファハーンで採れたアンズとスイカの甘みを称賛した。エスファハーンには、ハトの糞を肥料に使う伝統的な農法があり、郊外には、ハトの塔という名前の施設が建つ。ハトの塔は、ハトの住みかとして作られ、塔に溜まった糞が、肥料に利用されていたが、二十世紀後半以降は、 使用されていない。穏やかな気候で四季の区別があり、砂漠気候に分類される。町は高地にあるにもかかわらず、夏場は国書に襲われ、最高気温は36度前後に達する。しかし、夜間には気温は下がり、快適に過ごすことができる。冬季の場合、昼間は温暖だが、夜間になると気温は急激に下がる。 サファビー朝の首都に定められていた時代のエスファハーンの人口は50万人に達していたとされる。同時期の世界の都市のうち50万人以上の人口を有するものはロンドン、パリ、エド、北京、イスタンブールとごく少数に限られていた。サファビー朝の滅亡後、住民はイラクやインドに移住し、またイランの政治的混乱と支配者が課した重税によって、 人口は最盛期10分の1にまで減少する。20世紀後半より工業と観光産業が集中的に進行されたため人口が増加した。しかし、交通渋滞、貧困と失業、住宅の不足と老朽化といった問題も起きている。エスファハーンは古くから工業都市としても有名である。アッパース星スは絹織物、貴金属在庫、書道、 ミニアチュールなどの手工業を奨励し、サファビー朝時代の技術の面影は後世に残った。銀器、ガラムカーリー、木型を使って着色した木綿、ハータムサーズに、より木細工の一種、尻尾焼き、タイルなどの手工芸品が特産品として知られている。17世紀に町を訪れた商人ジャンシャルダンは、バーザールとオーヌ広場の露店を詳細に記録し、広場の露店を、 自分が知る限り最も多くの種類の品物が売られている市場の中の市場と評した。エスファハーン郊外のナスラーバードには、家内工業の形態をとる絨毯工房が多く集まり、女性たちによって絨毯が織られている。エスファハーンで織られた絨毯の多くは、町のダイバーザールに出荷され、テヘランイラン国外の商人や観光客に購入される。 エスファハーンさんの絨毯やミニアチュールには街のシンボルであるイマーム広場がデザインされることが多い。20世紀後半に街の周辺に工業地帯が建設されると経済構造が変化し都市の人口の増加も起きた。ソビエト連邦の援助によって製鉄所が建設され1972年に国営の製鉄所が創業を開始した。 エスファハーンの製鉄所の創業は、イランの重金属工業の始まりとされている。また、製鉄所の他に、石油生成所が置かれている。街に点在する、サファビー町の建設物には、装飾用のタイルが多く使用されている点に特徴がある。紀元前のアケムネス町の時代には、すでに釉薬をかけて焼いたレンガが、色付きのタイルとして建築物に使われていた。 建築物を色鮮やかなタイルで装飾する技法は、15世紀のティムール町の時代に始まる。16世紀末のサファビー町のアッパース一世の時代、エスファハーンに青色のタイルで装飾された建物が多く完成する。これらの建物の外面は、青や黄色の装飾タイルのかけらで飾られ、タイルのかけらが組み合わされて、モザイク状の模様を形成している。 装飾に多く使われる青色のタイルは、コバルトから出る濃紺のタイルと、トルコ石を顔料として着色した、薄い青のタイルの2種類存在し、トルコ石で着色されたタイルの方が多く使われている。アッパー水星の時代以降の建造物には、装飾タイルの他に描画が施された、ストッコ、漆喰の絵描きタイルが装飾に使われている。 イマーム広場の西側に建てられた宮殿や劇場は、ストッコ壁画によって装飾された。エスファハンの建築物には、これらのモザイクを形成する装飾タイルと絵描きタイルが、デザインや建設の功によって使い分けられている。ガージャール長期の建設物には、ピンクや明るい黄色の派手なタイルが使われるようになる。装飾タイルはもっぱら宗教施設か、公共施設に使われ、 一般の家屋に使われることはほとんどなかった。バーザールにあるいくつかの工房では伝統的な手法で装飾タイルが作られており、技術とともに都定精度も継承されている。モスクの他に街の各所にイマームザーデというスーフィズムの聖者、スーフィを祀った霊廟が建てられている。過去の王朝が建てたキャラバンサライの中にはホテルに改装されて宿泊が可能になっているものも、 存在する。エスファハーンは、テヘラン、シーラーズ、ヤズド行きの列車の始発地点となっている。また、2路線、総延長43キロメートルのイスファハーン地下鉄の一部分が完成した。地下鉄が全線開通するまでの間は、バスが市内の公共交通網を支える。歴史的建造物保護のため、市内の高速道路網の整備には、長い時間を要した。 テヘ,ヘランとシーラーズを結ぶ自動車道が通過しており、エスファハーンと市周辺の衛星都市も高速道路によってつながっている。郊外のシャヒードベヘシティ空港は国内線と国際線の両方が運行されている。国際線は主にドバイやダマスカスなどの中東の都市と中央アジアの都市行きの便が就航している。エスファハーンには複数の大学、 神学校が存在する。また、州の各地で非公式の訓練プログラムを実施する、エスファハーンティビートが運営する、50兆の技術、職業訓練校が置かれている。2007年には、国際物理オリンピックの開催地となったエスファハーンの大学には、以下の学校がある。エスファハーンは、大規模なスポーツイベントの開催地に選ばれている。 5万人の収容人数を誇るナクシェ、ジャハーンスタジアムは収容人数を7万5千人に増やすために改築が行われている。イランサッカーリーグに属するサッカークラブのフラットモバラケセパハン FC とゾブ、アハンエスファハーン FC はエスファハーンを本拠地としている。街はという競馬のレースの開催場にもなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。